今までいろんなことで努力されてきている、それはそれでやってないとは言いません。ただやはりね、そのスピード感だとかそういうものが遅いんじゃないかなと思うんです。でどういうことかというとですね、各自治体、10月の17日に公明党我が党の井上幹事長、石井政調会長等がその、避難されている方々のところ、自治体の責任者の方々いろいろと伺いしました。例えば飯舘村では政府は除染に必要な財政負担に対する認識が甘すぎるんじゃないかと。でまた避難した住民が帰還できなくなるので除染は短期間で実施するべきだと。しかし政府にはその認識がない。また他の地域で、暮らしが3年5年と続くと子供を持つ家庭は帰還できなくなる。またこれも現実論ですよ。雪が降る前に除染するべきじゃないか、こういう、そうですね、いわゆる氷土を削っていくのに雪が積もってしまったらこれできないわけですよ。これは先ほど石井政調会長も冒頭で申し上げておりましたけれども、そういった復興予算がもっと早くできていれば今どんどんそれが進むわけですね。でそれがなかなか進んでいないということも問題ではない。また、川松町の方は、国により汚染土の中間処理施設の方針が決まらないと町内での仮置き場が決めれない、その先が見えないから、もしかしたら3年で移すと言われてるけれども、その先わかんないから、もしかしたら4年5年と置かなきゃいけないんじゃないかという不安を持ってるわけです。また、さらに再び飯舘村ですけれども、こういう話がありました。村には現地対策本部として本省の役人が常駐してきたと。大変助かったと。しかし7月の10日くらいに全員引き上げたと。その結果、その後の復興等については各省庁にいちいち確認せねばならず、極めて非効率になった。事務的なコストが増大し、除染に関するプロジェクトも各省庁バラバラで生産性が極めて低い。現地の町、村に担当者を派遣してほしい。こういうことなんですけれども、現在ですね、その環境省に除染チームありますね。この除染チームが、その現地に何人派遣されているのか。細野環境大臣。現在環境省で作っております除染のチームはですね、全体で48名でございます。でそのうち32名が、本省でですね、様々な、準備に当たっております。で現地には16名行っております。で現在それをですね、さらに人員を募集をいたしまして、年明けには福島県内で50名体制、そして年度明け、来年の4月にはこれを200名体制に持っていくべく今準備をしているところでございます。で各省の応援を経て、さらに前倒しで増強してまいりたいと考えております。はい、君。昨日福島選手、その自民党の吉野議員が質問されておりましたね。で先ほど申し上げた59の市町村が各自治体一人一人貼り付けてもらいたい、こういう思い、ある意味で言うと除染のその規模が小さいところもあるでしょう。ただしその復興復旧に関してはかなりありますから、で今の16人じゃ回りきれませんね。一人でいくつかやらなきゃいけない、いくつかの市町村を担当しなきゃいけない。さらにはその今度50名体制になるという50名体制、福島環境再生事務所ですね、これを1月の1日からスタートさせようということで公募もかけられている。これはこれでいいと思うんですが、50名でいわゆる、じゃあ御用聞きじゃないですけれども、一緒になって話を聞いたり、その現地をいろいろ見たり、仮置き場を指定したり、そういうことをやったとしても、50名全員がやっちゃったら、さらに国直轄のことをやらなきゃいけないですね。入札もやらなきゃいけない。そういう作業ってのは誰がやるんですか。そうなるとね、4月1日には200人体制にしたいという、そういう希望も伺っております。でも200名でも少ないくらいですよ。ある意味じゃ一つの役所がどんと除染のためだけに、その乗り出してこないと、除染なんてできるわけがない。で、そういうことを、昨日総理も、述べられてましたし、そういう体制もね、しっかり、その各省庁連携を取りながら、連携なんてもんじゃないんですよ。これはもう責任を持ってやる。ある意味で言うと、この除染の責任者は政府で誰なんですか。誰が責任を持ってやってるのか。教えてください。細野担当大臣。環境省設計法にあるかな。政府内における、というよりは、除染というのはもう国の全体の問題ですから、
今この除染という問題全体の責任者は環境大臣である私でございます。でこれまで環境省というのは放射性物質については扱わないということになっておりました。しかしこれだけ大きな問題が出てきて担当省庁がない究極の環境汚染とも言うべきこの問題には環境省を挙げて取り組まなければならないということで体制を整備をしております。環境省で力を及ばないところは各省